ということで今日は何日目ですか。わからないですけど、またまたプールに来ました。次は別のプール。大きいプールです。おい、やべえぞ、やべえぞ、結構チャンネル登録よろしく。温泉もあるね。意外とでかいかちっちゃいかわからないプール。ここサイダーウスさ2個もある。そうだね、絶対やろう。めちゃくちゃ混んでたよ。いいの、多分1時間待ち。やりたい。で、ここが室内プール、25メートルプールです。冷たいんだ。あれがスライダーです。行くよ。チャンネル登録よろしく。簡単？軽いから。これカメムシ嫌だ。もうまたいできなくなる。やなんか痛そう。めっちゃ早かった。夜の銀山温泉に着きました。ちょっと足湯に入っちゃう。雨が降ってるから座れない。結構ぬるめ。結構ぬるめ。全然暑くない。あー、いいね。外観やばくない？やばい。チャンネル登録よろしく。すごい。レトロだね。どこでもいいの？え、めっちゃ個室最高。激長ビール。ね、激長。いただきます。ゼリー。味噌からいった。え、なんだっけ、味噌の炭火焼き。そう。うん、匂いが美味しそう。やばい。お腹空いてるからめっちゃ美味しい。で、野菜も食べちゃう。え、本当に？野菜は野菜です。関係ね。いただきます。ねえ、めっちゃ見てる隣の人が、うん、来ます。これはつくねの炭火焼き。美味しい。つくねも美味しいのね。じゃあ今日は次味噌も食べて。今日固め。あ、そうなんだ。固めでなんか、うん、つくねっぽくない。
なんか普通にもっとほぐれる感じ。これも結構身がしっかりしてて、中でぎゅっしり肉汁が詰まってて、口に入れて歯が通ってた瞬間にシュワッと弾けた感じの肉汁のすごさ。もういいよ。それをこの玉ねぎと野菜を合わせて食べる感じがすごくマッチしていいです。はい、ということで夜の銀座温泉終了。楽しかったけど、予想してたよりかはちょっとバカし違ったかなって感じかな。じゃあ帰っていきましょう。せーの、プリプリボーン。プリプリボーンだめよ。なんだ。